熊本城は400年以上前に作られた由緒あるお城です。なんか敵か敵から守るためにあの石垣の積み方がなんかあのちょっと違うんじゃないですかね。敵が登れないように。今直感的に思ったのは、はい、あの石垣の石は下の方が大きいですよね。石はどっちかというと下がで上がだんだん石が小さくなっていきますよね。お城も作る土台最初の基礎が大事だと思うんですよね。基礎がしっかりしてないとあのお城もそのうち倒れますよね。家庭もお城もあの一緒と思います。やっぱりなんかあの主になる人がいてですね、こうお城だったら加藤清正がですね熊本城は作ったんですけど、やっぱりあの家庭だったらやっぱ母親がなんかそ の役目もあのするんじゃないかなと思いますよね。侍がお城を作った目的は家族と国と未来を守るためでした。私のビジネスの目的もお城と一緒で家族と未来を守るためです。やっぱりあの継続っていうか歴史を先あの何ていうかな未来を見てあの、組織を広げてですね守っていく、あの自分 あのグループを守るようにやっぱお城もあの一緒だと思います。15年後10年後20年後のために今しっかり土台を作ってあの自分のグループを着実にあの確実に広げていくこと、そしてあの皆さんの力を合わせてあの共に分かち合いながら共にあの頑張ってですね、みんなが良かった、ああよかったねって幸せって言われるようなあの未来になったらいいなと思います。私は上野明子です。私は歴史を作ってます。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。